米大リーグロッキーズ、ドジャース、28日、米コロラド州デンバークアーズフィールド。ドジャース、大谷翔平投手、30が28日、日本時間29日、敵地、ロッキーズ戦に、1番、指名打者、デスタメン出場し、7点をリードした9回無視1・2塁の6打席目は、見頃に倒れて、打率は3割一部となった。ロッキーズの先発は、アントニオ・センザ・テーラ投手。 2 9 19年に11勝を挙げるなど2度の2桁勝利の実績がある右腕だ。昨季は2登板でメジャーデビューした17年以降初めて未勝利に終わり、今季も試合前の時点で2登板で勝敗なしの防御率3、38、22日、同23日にドジャースタジアムで対戦した際には、2本のシングルアンダーを放って3打数2安打だった。 初回戦闘の1打席目は右翼フェンス直撃のシングルアンダで出塁。打球速度111、3マイル、約179、1キロ、という鋭い打球で、前日から5打席連続アンダで、シーズン195ンダ、打率3割一部一輪になった。続くベッツの打席で2投を狙ってスタートを切ったが、一打比。2塁ベースを越えていた大谷は必死に1塁に戻ったが、 2塁ベースを踏んでいなかったため、アウトになるボーンヘッドがあった。2点をリードした2回、試走者なしの2打席目は初球に反応するも言うごろ。前日27日、同28日の1打席目以来6打席ぶりの凡退だった。3点をリードした5回先頭の3打席目は四球を選んで出塁。続くベッツの打席で58個目の投塁となる2投を決めたように見えたが。 後に記録はボークに訂正された。6点リードの6回先頭の4打席目は、2番手右腕、クリスウェルから右前安打を放って4試合連続のマルチ安打。2投で58個目の盗塁も決めた。6点をリードした7回、に c 1塁の5打席目は、右直に倒れた。メジャーリーグ史上初となる50本塁打 &50 盗塁を達成し、これまでの日本人では最多となる本塁打。 投塁打点などをマークしてきた大谷残り2試合で最後に狙うのは首位打者の座だ。前日27日、同28日の54号スリーランを放つなど5打数4安打4打点の固め打ち。9月18日、同19日の試合後に2割8分7厘だった打率は、19日、同20日。 からの34打数24安打の打率7割6輪という絶好調で、一気に3割9輪にまで上がった。2年連続の3割以上と、日本人史上初のトリプルスリー、3割、30本塁打、30盗塁、はほぼ間違いなくなった。前日27日、同28日、終了時点でナ・リーグの打率トップは2年連続首位打者のアライス、パドレス、で3割一部4輪。 大谷が五輪差の3割9輪で、オズナ、ブレーブスも3割8輪と不気味な存在だ。大谷は試合前の時点で627打数194安打。イチロー以来日本人2人目の200安打も視野に入っている。アライスはこの日の敵地、ダイヤモンドバックス戦でスタメンを外れた。大谷はすでに本塁打、打点の2冠王は確定的。 逆転で首位打者もつかみ取って三冠王に輝くと2012年 M ・カブレラ、タイガース以来12年ぶりで、ナ・リーグでは1937年 J ・メドウィック、カージナルス以来87年ぶり、ドジャース史上初の快挙だとなる。